毎年4月13日に阿蘇市黒川の西岸殿寺では阿蘇山観音祭りが行われています。山伏姿の行者たちがお経を唱え、ごま壇に火をつけると、訪れた人たちの願い事が書かれたごま木を投げ入れ、燃え上がる火に乗せて天へと届けます。火が小さくなるとごま壇を崩し、行者が裸足でその上を渡り、その後一般の信者らが思い思いの願いを込め火渡りをしました。その後湯立ての行がございます。